あの約束を果たすために僕は真っ暗な道を歩き続けていた。目が見えなくても香の匂いをたどれば進むべき方向がわかる。道中菩提樹の花の香りがした。その花びらの一つ一つに思い出が詰まっている。香りに導かれるように僕は門鉱山で一族と過ごした日々を思い出す。ヒロ、ヒロ、ヒロはどこに行ったかな。君は一族の希望だ。長として皆を守ってあげてね。母さん、父さん、光、みんな。けれど門鉱の一族は千年もの間悪人にもてあそばれる玩具でしかなかった。どうあがいても悪人が決めた結末からは逃れられない。ヒロ、私たちはずっとあなたを待ってる。ヒロ、諦めないで。みんなの願い聞こえたよ。夢の中で僕はみんなの願いを叶えると約束した。ほんのわずかでもいい一族の結末を変えたい。だから僕は全ての罪を背負いみんなの魂を自由にした。そしてみんなの魂を見つけ約束の地へ連れて帰る。約束の地、門鉱山へ。